から学ぼうゴルフレッスン。プロ、はい、今日はどんなレッスンですか？今回はですね、パターなんですが、下りのフック、スライスを、この両方の打つコツ、これを少し勉強してみましょう。お願いします。はい。今回のレッスンは、パターで、下りのフック、スライスを打つコツなんですが、下りの時っていうのは一つコツとしまして、曲がり出しますとどん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 下っていきます。ですから、通常自分がこう見えてるライン、平らだったらこれぐらい曲がるだろうなっていうラインが、自分の目で見えたラインがあったとします。それよりも下りになりましたら、少し多めに1カップ2カップ少し多めに読んであげて、タッチを合わせてあげます。そうするとカップの上から上からこう入ってくるような感じ、もちろん本当は入れたいんですが、抜けた場合、下っていくのでいくらでも下へ行ってしまいます。ですから通常見えてるライン、例えばこれが、3カップぐらいフックだと自分で思った場合、それを5カップぐらい上から垂らしていってあげるような気持ちで打ってあげる。そうすることによって、3パターっていうのは格段に減ってきます。これをもちろん入れたい気持ちが強いので、自分の見えてるライン、見えてるラインでしっかりこう打ちすぎてしまいますと、抜けた場合にどん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 転がっていって、結局タッチが合わずに、3パターってなって、スコアをいたずらに落としていくことになっていきます。ですから下りの場合は自分が思ってるラインよりも少し多めに読んであげると、上から垂れてきて結果タッチが合わせやすくなります。こういうことを参考にして、パターやってみましょう。下りの時っていうのは一つコツとしまして、曲がり出しますとどん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 下っていきます。下りになりましたら少し多めに、1カップ2カップを少し多めに読んであげて、タッチを合わせてあげます。そうするとカップの上から上からこう入ってくるような感じ、通常見えてるライン、例えばこれが、3カップぐらいフックだと自分で思った場合、それを5カップぐらい上から垂らしていってあげるような気持ちで打ってあげる。下りの場合は自分が思ってるラインよりも少し多めに読んであげると、上から垂れてきて結果タッチが合わせやすくなります。こういうことを参考にして、パターやってみましょう。